うわ、バカでかい。お金です。うわ、でかっ、釣れた。これの方が嬉しい。フィッシングギャング、あつさ。おはようございます。フィッシングギャングのあつです。はい。今日ですね、浅間詰めの河川にやってきました。今回はですね、ルアー釣り入門ということで、初心者の方でも、まあ、気軽に釣っていけるような内容で、釣りをしていきたいと思います。ということで今回のターゲットはメッキです。今日はメッキを狙っていきます。では今日の狙い方なんですけど、水面から底までいろんなルアーを使って、攻略していきたいと思います。まあ、時間帯的にはですね、今も浅間詰めと揚げ潮かぶってて、でまあ潮が上げてくるっていうことは海からこう魚がたくさん入ってくるタイミングなので、 あっち側が海なんですか。そうですね、向こうが海でこっちが川の上流なんですけど、左から魚がこう餌を食べに入ってくるので、まあ、条件的にはいいと思います。それでは最初にこのミノーからやっていきたいと思います。ジャクソンのアスリートです。アスリートですね。はい、これの55ですね。55、はい。まあ、メッキを狙うときはだいたい5センチ前後のルアーを選んでもらえば間違いないと思います。はい、これちなみにオリジナルカラーですね。そうですね、オリカラーで、はい、マットの方で、マットオレキンですね。はい、マットオレキン、はい、これでやっていきます。はい、はい。でこの今つけてるミノーなんですけど、はい、まあ、基本的には投げて巻くだけで釣れるルアーです。でそれプラスこうやってアクションを、はい、アクションって言って、まあ、竿を叩くことによって、より釣れるようになるので、まあ、一番初心者向けのルアーじゃないかなと思ってます。なのでまずはただ巻きとかアクション入れながら誘っていきたいと思います。わ、はい、かりました。はい、まあ、基本的に僕はずっと同じ場所に投げ続けるってことはあまりやらなくて、はい、まあ、正面とかこの左の浅瀬とか、はいはい、右の浅瀬とかあっちこっちに投げます。こういう感じでこう扇状に探っていった方がやっぱり釣れる確率っていうのは上がるので、同じ場所ばっかり投げるとダメなんですね。そうですね、ちょっとチャンスが少ないですね。あ、はい、なので、まあ、基本的にはもう扇状に投げるプラスただ巻きとアクションを使い分けることによっていろんなパターンで魚にアピールできるので、釣れる確率は上がります。なるほど、はい、まずは正面から、はい、あ、はい、正面、今、お、いました、いました。はい、手前いましたね。ちょっと怪しいですよ。対岸でもボイルしてますね。こうルアーを回収する直前とかに、はい、ルアーの後ろを見てた方がいいですね。結構追ってきてたりするんですよ。で特にただ巻きは結構追ってきたけどギリギリで見切られるってことはよくあるので、なのでただ巻きで誘ってる時は結構後ろに注意して見てた方がいいですね。まあ、ちょっとマックスピードが速く見えるんですけど、これリールが PG って言って、パワーギアです。1回転あたりに巻く量が少ないですね。はい、でまあハイギアが1回転あたりに糸を巻く量が多いです、単純に。 なのでこれの場合はもう1回転に巻き取り量が少ないので必然的にこう速くなってしまうんですけど、ハイギアとかだとちょっとゆっくりになったりしますね、これぐらい。はい、その違いですね。基本的にはそうですね、まあ、メッキとかの場合は早い方がいいと思うんで動き自体は、はい、ただ今の時間帯的に薄暗いので、なのでちょっとゆっくり誘ってます。これが明るくなってくると見切られないために早く動かしたりしますね。じゃあちょっと右の方攻めてみます。アクションのパターンなんですけど、こう投げて僕がよくやるのは単純に1回ずつこうタン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 っていう、まあ、ジャークですね。はい、それと、まあ2回に分けるこのタタン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 っていう、このリール1回転あたり2回尺の、はい、2回叩くんですよ。タタンってやつと、はい、あとタタンタンってやるやつがあるんですよ、こう。はい、こう、あ、なるほど。おー、追ってる追ってる、あー、くそー、追ってた。はい、このいくつかのパターンですね。はい、でその最後に、まあ、ずっと叩き続けるっていう、このオールティッチですね。あー、なるほど。はい、もうティッチング、はい、これを覚えたらもうそれだけで十分だと思います。なるほど。はい、これを混ぜていくんですよ、この一頭の中に。おー、なんか出てますね。はい、この一頭の中に混ぜていって、はい、飽きさせないっていうのが大事ですね。
で、まあ、狙うところなんですけど、はい、ここが、まあ、ブレイクといって、今この石畳が続いていってるんですけど、はい、その石畳が終わるとこからズドンって深くなってて、はい、まあ、川の流進が来るんですけど、はい、大体この際で食いますね魚は。あ、なるほど。浅瀬に追い込んで、はい、捕食するので、はい、大体この魚が暴れたりするのってこの際沿いなんですけど、なので僕的にはこうまずキャストしてタダ巻きである程度こう深場までルアーを潜らして、このブレーキに差し掛かるときにアクションを入れて、下からこうババババババーンと上げてくるようなイメージです。なのでもう本当に魚からしたら追われてる小魚みたいな感じですね。一定の層を泳ぐんじゃなくて深場から急に浅瀬にこう上がっていくような魚をここで演出させます。その時に食ってくるのが多いので、それをじゃあ今からちょっと再現します。はい、まず川の流進に投げて、はい、ただ巻きします。で、まあ、そろそろピックアップだなっていうタイミングでこうアクション入れて水面まで浮かしてくるという感じですね。はい、次はこちらペンシルというルアーですね。ペンシル、はい、はい、これは、まあ、レッドペッパーマイクロっていうルアーなんですけど、はい、水面を泳ぐルアーです。でこれでやっていきます。まず投げて、はい、こう竿をちょん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 と叩いて、これ首を振らす、これドッグウォークって言います。ダイビングアクションはもう竿を下にこう叩くような感じです。はい、ツンと叩くような感じでいいです。でこの時にバッてやりすぎるとルアーがポンって水面から飛んじゃうんで、はい、ちょっと優しくこう下に叩くっていうイメージですね。こういう感じですね。お、出た。お、すごい出しました。はい、乗らなかった。ちょっと潜らします。潜らしますか。はい、トトシャット。トトシャット、はい、ちょっとこのリップが長いやつで深場を探りたいと思います。はい、行ってこい。食った。うわ、でかい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 。うわ、バカでかい。わかんないです。うわ、でかっ。やばい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 。バカでかいの来ました。やばいっすよこれ。うわ、なにこれ。あー、暴れた。あれ、外れました。なに、バカでかいのが来ました。バカでかいの。あ、切れたんか。あ、切れてます。ちょっと想定外すぎ今のは。なに今の。ちょっとバカでかすぎ。あ、ピーがすれて切れましたね。ピーから切れました。ネズレです。想定外すぎ今のは。今の浪人のでかいやつか、マングローブジャックのでかいやつかわかんないですけど、今のは確実に50は超えてます。かけて2秒で、あ、これ無理だと思います。こういうこともあると。あー、やばい。移動しとけばよかった、こうなるんだったら。はい、ということで、先ほどのポイントがちょっと釣れなくてですね、移動してきました。で、ここのポイント今来てみると結構ボイルが起きてる状態なんで。起きてますね。はい、はい、ちょっと期待できるかなという感じですね。はい、はい、で早速、まあ、狙い方は先ほど説明したように、まあ、上からトップとか、まあ、ミノーとかそういったものを使って攻めていきたいと思います。はい、はい、それでは早速やっていきましょう。あー、どこに投げても魅力的。 OK 来た。 OK 来た。来ました。よしよし。おー、来ました。メッキ。はい、よっしゃー、釣れました。浪人メッキ、よっしゃー、釣れました。はい、はい、いや、楽しいっすね。よかった、ね、ちょっと未来の浪人アジタンで早く逃がしてあげます。はい、わかりました。やりました。いや、楽しすぎる。はい、
旅費で攻めます。旅費はい、はい、よし。わあ、いい感じ。ベイト多すぎ、ベイト多すぎお、ベイトがかかりました。ベイトの正体は何なんだ。ベイトの正体は、はい、ハララでした。ハララちゃん、はい、ハララ。おお、どっちがベイトだかもう分かんないですね。あ、確かに、もはやもうすごい、すごいですね、リアルにハララくんでした。ハララくん、はい、なるほど。じゃあ、お願いします。おお、まさかのこっちで今食うの丸見えでした。めっちゃ足元じゃないですか。さっきまで見切られてたヤマトビエがとうとう口使いました使いましたね。やっぱ魚皮効果ですね。魚皮効果ですかこれすげえ、ここで食いましたね。じゃあちょっとアプローチを変えて小軸やってみます。3グラムいきます。オッケー、来ました。まさかの、まさかの何ですか。まさかの小ジグで来ました。まさかの小ジグだ、はい、すげえ。おお、すごい、ターポン。あ、レディフィッシュ、レディフィッシュ、やべえ、レディフィッシュが釣れた、これの方が嬉しい。すげえ、これの方が嬉しいんですけどレディフィッシュ、カライワシですね。はい、カライワシ来ました。うわー、すげえ。これバカでかくなるやつですよね。はい、1メートル超える魚です。すげえ、初めて見た。来ました、レディフィッシュ。ああ、かっこいいっすね。すげえ、引きそうな尻尾してますね、回遊魚系の。やばいっすね、 V の字ですね、はい、およし、イエーイ。ちょっと弱りやすいので、はい、さっとリリースします。はい、わかりました。いやー、嬉しい。はい、お疲れ様でした。はい、なんとか狙っていたメッキ釣ることができました。今回はですね、まあ、初心者向けのレプラグを使ったメッキ釣りということで、今までソフトルアーとかジカリグとかを紹介してきたんですけど、今回はまあプラグを使って初心者でも釣りやすくということでですね、まあ、ローテーションしたりとか、まあ、ポイントを変えたりして、なんとか釣ることができました。よく聞かれるのが、どこに行ったら釣れるのってやっぱあるんですけど、ある程度今回みたいにローテーションできるルアーを持っていればどこでも対応できるので、釣れないなと思ったらすぐに移動してですね、足で釣果を稼ぐというのもまた一つの手ですので、ぜひやってほしいなと思います。そして、まあ、今回のターゲットのメッキですね、この魚はもう年中釣れるターゲットで、なおかつもうほとんどの河川に入ってくる魚です。なので皆さんの身近なポイントにある河川に行けばメッキいるはずなので、ぜひそこにフォーカスしてやってもらえたら釣果につながると思います。ということで、プラグで狙うメッキ釣りでした。今回もご視聴ありがとうございました。フィッシングギャングからのお願いです。釣りをする際には必ずライフジャケットの着用をお願いします。ライフジャケットにはこういうタイプがあります。腰巻き型、そして肩掛け型、そしてベスト型、こういったものがあります。磯釣りやリーフなど海での釣りをする方にはこちらのベストタイプがおすすめです。万が一落水や流されたりした時にライフジャケットをつけてるかつけてないかで生存率がぐっと変わります。竿やリールのようにライフジャケットも釣り具の一つとして着用をお願いします。フィッシングギャング、熱さ